なのに見栄えよし。角切りマグロとクリーミーなアボカドにコチュジャンの効いたタレがよく合います。マグロとアボカドの韓国風サラダをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずマグロは角切りにします。小ネギは3センチの長さに切ります。材料 A は混ぜ合わせておきましょう。アボカドは種と皮を除いて角切りにします。ボウルに入れてレモン汁を絡めておきます。レモン汁を絡めることで変色を防ぐことができますよ。マグロ、小ネギ、混ぜ合わせたタレを加えてよく和えれば出来上がりです。濃厚な食材をピリ辛アジアンテイストに仕上げたフレッシュなサラダですよ。ぜひお試しください。